ジンギスカン。俺たち、いつかやる、アイマニ、タマピロスケです。社長です。社長です。というわけで今回は、偉人飯でございます。来ましたー。本日の偉人は誰ですか。ジンギスハンでございます。出ましたー。源の義経ですか。と言われてますけど。ありがとうございます。ジンギスハン。モンゴル帝国の初代皇帝、内戦だらけのモンゴルを一代で統一し、優れた遊牧民族で世界最強の騎馬軍を組織、中国、アジア、中東やヨーロッパまで侵略の手を伸ばし、全人類の半数以上を支配下に置くなど、地続きの国としては人類史上最大級の帝国を作り上げた。そんなチンギスハンの愛した料理はカオヤンロン。遊牧民らしく羊を使った料理だが、どのような料理になるのか、調理開始。まずラム肉を使いますよ。こいつだ。バイヤーがおすすめした。バイヤーってプロだよ。プロだぜ、バイヤーっつったら。どこのバイヤーだ。これからモンゴルやるっつってのニュージーランドさん買ってくるね。そしてね、我々は庶民派 YouTuber ですから、ちゃんと50円引きですよ。そうですよ。このお肉をどうするんですか。これをね、まず細切れに切ります。あ、やってこ。じゃあ早速このモンゴル帝国を切りましょう。こんぐらい細かく切りますよ。何ですか、これがラム肉のモンゴル騎馬隊ですか。モンゴル騎馬隊ですよ。これをね、味付けします。お、いいですね。じゃあこっから装備を整えるわけですね。そうですよ。まず味付けに、はい、弓兵ですね。出たー。小型化され、なおかつ毒が塗られたと言われる。そうですよ。これあの生姜とニンニクを刻んで混ぜた、通称鉄ハウです。鉄ハウですね。日本酒でございます。日本酒、風味のクリル体や。砂糖でございます。来ました、砂糖ですよ。これはもう側室ですね。で、この中に肉を入れるんですか。完全に猛虎襲来やん、これ。来ます来ます。このままじゃ普通のジンギスカンです。おう、串焼きなんですね。こちらですね。はい、ちょっと遊牧感出てるよ。出てる出てる、すげえ出てる。ここで北海道生まれの僕、うん、はい、ラム肉の扱いたけてますから、これバターを入れるとね、臭みがなくなるんですね、ラム肉の。マイルドな匂いが、うん、臭みとリンクして、とても普通の匂い。じゃあ入れていきましょう。入れていきましょう。はい、ジンジンジンギスカン。あ、終わってんじゃん。ジン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 。超うまそうじゃない、これ。さあ、まず北海道人のお前が毒味していきましょう。うん、どうよ。ゲルー。もうモンゴルのテントな。モンゴルで遊牧民が使うテントのことな。じゃあ盛り付けますよ。はい。うん、で、カオヤンロはちょっと違うんですよ。下にね、七味を引くんですね。引く。シャレオツじゃないですか。シャレオツなのよ。これが、うん、ジンギスハンが愛した料理、カオヤンロでございます。いただいていきましょう。いただきまーす。おお、うまっ。うまっ。全然聞いてねえじゃねえかって言おうと思ったけど、臭み全くねえな。ないな。兵士の士気を上げるためにこれを作ったって言われたらしい、ね。あ、そうなの。そう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 。これはもう単純な日本人好きな味ですよね、うん、食い方といいさ、うん、ただラム肉をこうやって串焼きにするってないもん。な、初めて食ったの。パワーのつくものを食べて、うん、まあ、モンゴル軍はこう世界を蹂躙したわけです。あー、わかるよ、確かに。これを食ってから外回り行くとね、パワーが出ますって話よ。お前さ、今これ買ってたらやだろ。完全にお前、あれで取引先から見たらお前、猛虎襲来やんけ。カオヤンロ、カオヤンロ、はい、とても美味しかったということで、はい、皆さん面白かったら、うん、チャンネル登録、高評価、コメント、あと、偉人のリクエストよろしくお願いします。今回の偉人は誰でしょうか。ナイチンゲールです。出ました。こういう V みたいな V だね。はい、時にこちらで完成でございます。イエーイ。余った食材で作っております。俺はね、チンゲさんに言いたい、うん、これが料理だと。シューマイとカマンベール、うん、これもなかなかない、ね、なかなかない組み合わせですね。